クジラ四49番星は太陽系からクジラ座の方向に約186光年離れたところにある六等星。そのデブリ円盤が研究対象となっている。スペクトル型 A1 の主系列星で表面温度は約 8790K。太陽の約2倍の質量を持ち約19倍の高度で輝いている。年齢は約4000万歳と見られている。 1986年、大阪教育大学の低金構造らは、赤外線天文衛星 IRAS の観測データから、クジラ座49番星を含むベガと似た12の構成の周囲に粒子状の物質で構成された、青周円盤が存在しているとする説を発表した。以降、クジラ座49番星のデブリ円盤は、天文学者の研究対象となった。デブリ円盤は、 惑星系形成の最終段階にあたり、惑星形成時に微惑星同士の衝突で生じたゴミや惑星形成後に惑星によって軌道を乱された小天体同士の高速衝突、あるいは水星の蒸発などによって生成されたゴミが円盤上に中心天体の周囲を漂っていると考えられている。デブリ円盤にはガス成分は含まれないと考えられていたが、21世紀に 入ってから続々とガス成分が観測されるようになった。ガス成分の起源については、惑星系の元になったガス成分が残存しているとする残存説と、ゴミからガス成分が新たに供給されているとする供給説の二つの説が提唱されていた。2017年、樋口あらの研究グループは、地理のあたかま砂漠にある国立天文台の電波望遠鏡、 オステて望遠鏡を用いてがカザベータ星と、クジラ座49番星のデブリ円盤を観測し、デブリ円盤中に炭素原子ガスの気線を発見した。この炭素原子ガスの運動が一酸化炭素分子ガスの運動とよく似ていることから、炭素原子ガスと一酸化炭素分子ガスがデブリ円盤内に共存していることが分かった。また、炭素原子ガスの量が一酸化炭素分子ガスの量の 数十倍にも及ぶことが判明したことで、デブリ塩板内の水素分子ガスの量は少ないものと見積もられ、供給説を支持する結果となった。樋口あらの研究グループは2019年にアルマ望遠鏡を用いた観測結果を発表した。この観測で炭素原子が一酸化炭素分子より広い範囲に分布していることが分かったほか、 炭素の気象同位体 13C の気線が発見された。13C は 12C の1%程度しか存在しないため、12C の電波強度は 13C の100倍以上になるはずだが、クジラ座49番製のデブリ原板から検出された 12C の電波強度は 13C の12倍程度しかなかった。このことから、デブリ塩板内にはこれまでの想定されていたより10倍以上の12、 C が存在し、豊富な 12C が放つ電波の一部を 12C 自身が吸収しているとされた。この研究結果は、これまでの残存説、供給説のいずれでも説明できず、惑星形成過程全般に最高を迫る結果となった。ありがとうございます。